船村通る、船村通る、船村通る。1932年、昭和7年6月12日から2017年、平成29年2月16日は、日本の作曲家、歌手。日本音楽著作権協会、ジャスラック名誉会長。日本作曲家協会最高顧問。横綱審議委員会委員。本名は、福田博夫。戦後歌謡界を代表する。 作曲家の一人であり、手がけた曲は5000曲以上に上る。歌謡曲の作曲家として、初めて文化勲章を受賞した。栃木県塩谷郡、舟入村、現、塩谷町出身。日光市立今市中学校、東洋音楽学校ピアノ科卒。10位だった父親が、クラシックレコードの収集家であったことや、小学校時代にブラスバンド部でトランペットを吹いていた。 ことなどもあり、音楽の道を志す。東洋音楽学校在学時はまだ中流米軍が数多くいた時代であり、船村は米軍キャンプ専門のバンドでそのリーダーを務めたこともあったという。大学在学時に作詞家の高野君を特に作曲活動を開始した。ただ、高野と共に生活は困窮を極め、バンドリーダーのほか流しの歌手なども経験する。 1953年、雑誌、平凡コンクール曲第一席、黄昏のあの人がレコード化され、作曲家としてデビュー。作曲家としての本格的な作品は1955年の、別れの一本すぎ。その後も、ご機嫌さんよ達者ね、あの娘が泣いている鳩場などが連続ヒットした。1956年、キングレコードから、コロンビアレコードに移り、 柿の木坂の家、早く帰ってこ、歌、青木孝一が大ヒット。王将は戦後初のミリオンセラーを記録した。1993年、日本作曲家協会理事長に就任し、1997年に吉田忠の後を受けて、第四大会長に就任、2005年に遠藤実へバトンタッチするまで務めた。1995年、 死児法省受賞、2002年、栃木県県民栄誉賞受賞、2003年、朝日中受賞受賞、2008年、文化功労者、2014年、栃木県名誉県民、2016年、作曲家として、初めて文化勲章受賞。妻は、元歌手の農沢よしこ、長男は作曲家、編曲家の津田商法、津田正金、ね、長女は作詞家のマナアンジュ。 次女は、元女優の福田なぎさ子。相手氏には、北島三郎、戸場一郎、大下八郎、ムーディー松島、高田進、聖太郎、天草二郎、総、雄介、村木団、森栄、森,栄森は笠床がいる、松島、戸場、高田、聖、天草、総、村木は、船村拓に住み込み、師匠と新職を共にした、内弟子である。 作曲家として知られているが、演歌巡礼の活動の際、自ら歌唱することもあった。船村が自ら歌った作品を収めた、相席の府という通信販売限定のボックス CD も出ている。過去に数枚シングルも出している。船村トールトールケスタ、ティッピカ、日本のようにバンドリーダーとしての側面も持っていた。2015年4月27日には、 栃木県日光市毎地にある道の駅日光日光街道をニコニコ本陣に併設して日本心の歌ミュージアム船村通る記念館がオープンした。同館は鉄筋コンクリート3階建てのべ約2800平方メートル。1階の夢劇場では船村の老い立ちや活躍を最新の映像技術で紹介する。2階には王将乱れ神。 兄弟戦など船村の代表作が聴けるメロディーボックスやカシュラと船村とのエピソードを映像化したシアターを設置。3階はレコードジャケットや交流のあった著名人らの手形などを展示するスペース。入場者が自分の歌う姿を DVD に収録できる歌道場と名付けたカラオケルームなどが設けられている。また、同館のオープニングセレモニーには信仰の深かった。 北島三郎や鳥羽一郎、船木和夫、雪沙織、大月宮子、瀬川栄子など多くの著名人が参加した。2017年2月16日の午前11時頃に、神奈川県藤沢市の自定の寝室で倒れているところを、長男の津田昌法の夫人が発見し、藤沢市内の病院へ救急搬送されたが午後0時35分に、心不全のため死去。 同年3月17日、日本国政府は2月16日付で13日に除することを閣議で決定した。船村は、故郷栃木、塩谷町への思いが修正強く、故郷に指定廃棄物最終処分場建設話が持ち上がった際には、故郷の山や川を汚してはいかんとして、住民等による参拝施設反対運動を指示した。船村は、 日本産学会会員であったほどに山を愛し、国民の祝日、山の日を作ろうと呼びかけた人物でもある。船村の十二歳年長で第日本、帝国陸軍士官だった兄がよくハーモニカで、ドリゴのセレナーデを船村の前で演奏して聴かせてくれた。その兄からは、お前は軍人になってはいかんと悟されたことを語っていた。そのこともあり、兄や多くの英霊が眠る靖国神社で、 放納チャリティ公演を幾度となく開催した。くしくも船村が死去した2月16日は、第二次世界大戦で陸軍士官として戦地へを赴こうとしたその兄が、みんなの音を起きで戦死した日でもあった。東洋音楽学校に在学していた当時、一級上に黒柳哲子がいた。黒柳は、声楽家でだったが、上級生の伴奏を務めさせられることがあり、そのことを、 指導をと呼び、船村も黒柳からたびたびそのような指導を受けたことがあるという。親友の高野君をからは、俺は茨城弁で歌詞を書くから、お前は栃木弁で作曲しろとよく言われた。高野が創生した後、船村はあいつの分まで生きると親友、高野に対する感謝を修正忘れなったという。大竹栄一との対談の中で、 次のようなエピソードを話している。1959年の東映アニメ映画、少年、サルトビサスケの音楽を担当し、グランプリを受賞した際に招待され、ヨーロッパ滞在中ロンドンで、あるオーディションに立ち会う。その中にデビュー前のビートルズがおり、オーディションに参加した面々の中で、唯一のバンドだった。どの組が良いかと尋ねられた船村は、 あの汚い四人組が一番面白いのではと答えたと言う。それを聞いた大滝は驚愕し、周りのスタッフに、すごいでしょう。船村先生は、ビートルズが誕生したオーディションに立ち会っているんですよと述べた。船村の代表曲の一つ、矢切の私は、もともと、千秋直美に提供した楽曲だったが、細川隆史が歌ったものがヒットし、 第25回日本レコード大賞を受賞した。しかし、船村は、細川版の方がヒットしたことに対して、大複雑と発言し、千秋の歌は、楽曲のイメージの手こぎの矢倉で、細川の歌は、モーター付けの船だ。という評価を下している。また、千秋の歌は、鑑賞用なのに対して、細川の歌は、省略法でありカラオケのような誰でも歌える。 歌い方になってしまっているとも発言している。ミソラ・ばりに関しては、高音、裏声に良いものを持っていると評価しており、実際に、船村がひばりに提供した作品には、高音部分が多い、母の君へには、苦手だからやめてと拒否されてた。また、千秋とひばりを対比して、ミソラ・ばりと千秋直美の決定的な違いは、裏声の出るか出ないかとも公表している。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。